星帝吉明治31年5月10日は日本の武術家、憲法師と呼ばれる。東北において野牛新岩流の中高の祖、または近代の祖とされている。野牛新岩流の発祥地である宮城県での伝承は幕末から明治にかけて活躍した星帝吉によって、登米市波間町神殿を中心としてその大きな石が形作られた。 星帝吉の伝承は、アテミ憲法を中心とした体系であり、その独特な形を現在まで見ることができる。星帝吉は、藍沢忠之進、千葉義介、佐竹森之介、加藤本蔵、加藤全米、高橋義助などに学び、流儀を継いだ。資料等に見られる、星帝吉の門人としては、星星栄門、高橋元吉などをはじめとして、 多くの門弟の名が記されている。現在、東北に伝わる系統としては、大きく分けて、星政衛門、高橋賢吉の2系統があると言える。星星門の子、星彦十郎は、神殿に、柳神官を設立して、宗家制度を取り、第17代宗家を称した。同氏の代表的な門人として、星星作、星新之助、高橋聖一、星彦五郎、 星国を佐藤初次、佐々木昌平、高橋久志、佐藤長蔵、などが挙げられている。なお、星彦十郎の系統を継ぐ宗家に関しては、派閥により意見の異動がある。柳新館を継ぐ派閥は、代々聖夜が宗家を継承しており、現在野牛新館流甲中術、甲中従術として、県無形文化財の指定を受けている。他方、一子宗伝を受けたとして、 第十四代宗家を名乗った、星国尾の派閥は、現在その孫、星博文が二代目、星国尾として継承している。一の席において、野牛新岩流病放送本部として、独自の組織を形成している。高橋元吉の流れは特に宗家を置かず、代々、送電を受けた者それぞれが個別の道場を、持ち時代へと受け継いでいる。また、早くから東京に出た系統として、 佐藤獣神祭、島津賢治などがあり、更新に指導を行っている。この他にも多くのつてけい者が、保守定基地に連なる流儀を伝えている。ありがとうございます。